タッチ、おっと、しかしこれは確定、確定している、やっている。下段からつなぐ、この男わー、これうめぇ、おー、ヘッド、ヘッド、ヘッド、最後はい、すいません、お待たせしました。それでは始めていきましょう。第231回 KF ゼロニウム紅白戦スタートします。はい、始まるぜ。はい、お疲れ様です。今日ですね、あのこのテンションで行きたいところなんですけど、もろに風邪をひいてしまいまして、しかも音の、はい、ちょっとトラブルもあり30分押しでやっていきます。初めて職さんに怒られた。え、さっき大竹さんとはしゃいでたら、ごめんちょっと今忙しいからっていや、あ、別にそういうあれじゃなかったんですけど。いや、分かってるけど。あ、なるほどなるほど、ごめんなさいって。はい、今日も遠征の方々が、そうですね、今日もそうですね、大体20人ぐらいの参加者が来ております。何、あ、今日は、はい、矢田さんがウェハースのお菓子を持ってきて今日の、はい、コーナーみたいな。で、やち何、矢田さんはやっぱり分かってますね、バーサスのなんかみんなからの気に入られ方みたいな。バーサス基本的にお菓子持ってきたらもうみんなから気に入られますからね王様からも。俺の中ではまあ物によりますけど。はい、さあ、そんなこと言ってる間にアンディの駒が刺さって、まずは CS さんが先に大将かな、吸い出した状態。あ、繋がっている。すごい当たり方したけど。さあ、ガードポイントで止めて。ここで一発引っ掛けて。当たる。シュランガードして。うわ、すごい打ち。ベイパー、ベイパー。さあ、飛んでしまう。足投げで済んで、もう一回前転前転から、これはさすがに頭から突っ込んでフィニッシュ。で、はい、オーダーセレクト。さあ、しろきさんが体調悪い時ってなんでこう呼ばれるんだろうとつぶやいて離席をして、今回、あれ、しかも、はい、ナスオさんが今回、俺より強いやつに会いに来たが、俺より強い奴が多すぎる、あとナスオと。はい、あ、マイクがやばい。あ、あ、あ、はい、強いやつ、強い弱いっていうのはいろいろありますけど、なかなか前回確かあっと負けたら30連敗って謎さんが書いてて、はい、あ、もう謎さんの名前言いました。なるほど。さあ、気づけばタイムアップで、まずは K ダッシュ CS さんですね。今日はまあ どっちに誰が行ってもいい感じでいきますんで、皆さんよろしくお願いします。チーム分けの時に、ね、名前言ってなかったんですけど。はい、そして、
とラルフが中堅。一発いいのが刺さってしまうが、サッシエさんもだいぶ動きがいいですね。さあ割れる前に当たってしまう。さあちょっと苦しいか、マスオさんが大将キング1枚引っ掛けてヒート。ああ1位取る。使ったワンインチも本当強いよな。さあ NC で追っ払いきれない、当たらない。チューナー出てここは粘りたい。さああと一発ようやく当たる。キングはやはりこういう時がね、なんていうか弱いというか、じっくりいくタイプのキャラですからね。こういう時は勢いが欲しいところですが、ここはアンディ CS さんが勝利。はい、今日は、はい、もう一回言いますけど、行きたい方から どちらに行ってもいいですといった感じでお願いします。で、1P 側がメタイカメさん、 2P 側ですね、間違えました。はい、さあ一部では上有利とも噂されているこの組み合わせ。さあ上有利なんでしょうか。さあうまく差し返す、うまい。あハリケーンパーは、まあ、アインがあるからな、飛ばれづらいっていうのはあるけど、うまい。ここはスラを対空にして超有利だ。さあ2番手クリス、なるほどクリス有利ですね。あれっていうか、えキャンセル版の前 B ってキャンセルカードかかんのか。キャンセル、あ、そっか、え、キャンセル版の前 B はキャンセルかかる、前 B かかるよね。うん、どっちそうだよね。クリス、いや、クリスです、クリス。それはかかるでしょう。かかるよね。なんかもう頭がおかしくて、でもあれの後キャンセルされるとちょっとびっくりするよね。普段あんまり やられないし。そう、いやそもそもさ、あの強パンから中断かもしれないじゃん。ディレイは無理だよ、ディレイは無理なんだけど、それがあるせい、それが基本中間を頭に入れたせいでってこと。そうそう、でもキャンセル初期にそれでキャンセルディレクやる、あのディレクション、あれだっけ、はい、シュンってやつ、はい、やると絶対軽出し壊し置いてあるって全然職さんびっくりしたないです。いや、びっくりしそうだなと思って。あ、俺はしないけど。まあ俺はしませんよそりゃ。はい、さあ試合の方は対照戦。はい、のが刺さって表ガード、さあどっちがもうでかい一発がお互いある。
あ、危ない。ニヒットから。さあ、じりじりしている。もう、よくあるしたな。さあ、これはタイムアップなのかどうなのか。さあ、これはでかい。今の一撃はでかい。出ない。出た。ああ、当たってしまった。なるほど、ここはタイムアップ1P が草薙の鬼の弟子の弟子さんです。オーダーセレクト。別に草薙の鬼の弟子さんの弟子ってわけではないんですよ、この人。いきなり話しかけられて、はい、草薙自分うまいんで見せたいんですってなって、はい、なるほど、早めに出たいですって。草薙の鬼と草薙の鬼の弟子に見せつけるかのように俺の草薙を見ろと。なるほど、八千代心もう神になったり王になったり弟子になったり忙しいですね。忙しい。そこはうまく前身を使っていくわ。さあ、いい勝負。さあ、早くも名前の草薙が破れてしまいましたが、本当の草薙の人来ましたね。あ、確かに一番多分強い草薙の人が。さあ、そんなわけで、さあ、気づけば中堅戦ほぼ五分状態。うまい。キングはやっぱ大事ですね、走り込みは。さあ、今の一撃が非常にでかくリードが広がる。相打ち前尾取りに来ている。さあ、空対空制して、うまい。なんかうん。さあ、さすが四段先生。ここはしっかり。俺に敗北はない。さあ、ここでよくある組み合わせ。今日実際どうなんだろうな。一部では8-2とかいう声も伺いますが。あ、危なかった。お、先端だったが間に合ってしまう。残り1-2ドットを削り取る。はい、ちょっと待ってくださいね。はいはい、次の試合は、HP がマサさん。あ、ヤチ君となんかメンバーが変わらない。チョキさんがなんか体調不良みたいで、
私強引な D 投げ野郎が変わります。なんだってなんだって、なんやって強引な D 投げ野郎、何しに来やがった。いいんだよはい、クーラ対ジョー。あー、まあジョーがね届きづらくて辛いでしょうね、技が。なるほど、皆さん自分は言うけど言われると、うん、え言われると制するタイプなんですね、うん、もうネタになってるからね、大丈夫、終わりや。あ、でも今スライディングの最後にレースピンが当たんなかったのかな、小さいのかな。このスライディングは小さくなりきらないイメージなんだけど。あ、すごい当たっていない。んー、ダメージが取れない、苦しい状態が続く。ここで無理やり スライディングを差し込んでダメージを取っていく。しゃがんでる。スッパキャンは出ないが、スライディングからどんどんダメージを取ってる。うっ、ここで時間切れ。いいボタンの音は聞こえたんですけどね。そうですね、最後パチッてゲージはまあ十分な仕事にならなかったですが、先方買ってきたのはクーラー。あー、やはりベノムストライク硬直が短く、跳ね返すと大ジャンが確定する。ガードダメージの取り合いだったら5分ぐらいというこのカード、やはり残り少ない体力ではあまり取れないところ。ここでゲージ差がついてしまう。ジョーの頑張りがここで生きてくる。これはジャンプ DNC。 さあ大攻撃クラスをバチバチ当てていく。前転を噛み合わせて投げる。さあ胸対カメさん一気にリード。 K ダッシュ、ここで痛いのを取りたい、端付近なので逃がさない。キング側はこのぐらいで逃げれたといったところが危ない。ジャンプ D から横取りを連打。ガーキャンの後の前にでっか出てるのがでっかくて NC が届く。開け出しペースが作れない。ゲージ具合もこれぐらいだとちょっと残り全部を取り切るのはきつい。キングとパオを含めて多分残り 1.5 程度か。この、いや 1.5 以上いますね。キング残ってる、キングを取るのが結構きついはず。ジャンプ D 勝っておとなしくなったらこう投げる。あ、ネームレス投げられる。そんなに減るわけではないが、これは危ない。発動されるのはさすがに危ない。大昇龍無理やりやって、ちょっと遠すぎて追撃がしづらい。あ、また大昇龍、危ない危ない。キングも決めに来ている。あ、遠い。もはや無敵技でなんとかするしかない。まあ、ダメージの取り合いになっていて合わせる。首の皮一枚。こうなるとちょっとわからない。ネームレスが2ゲージできそう。爆星空中サイコボール。弱処理で落とす。これ以上はダメージを取られたくない。弱処理では確かに間違いない。中段でフィニッシュ。次に座るのはモアさん。お、裏剣数ではなくメイリーできましたね今回は。メイ対ジョー、分かりにくいけど多分ジョーの方が強いんじゃないかな。あ、スライディング開幕2発。中段フィニッシュだが、メイリーは割り込める技がないのか。はい、出し。あー、ターンが待ってこない。立て続けに技が当たる。あれ多分打ち放題でしょ今の。何本、いや、あれガードしたりなんしてももう一回打たれても何も返すはない。スライディングを垂直ジャンプするっていうのは全キャラの多分共通の対策。いいのが入る。半分程度、半分を超えた程度。痛い。あ、これがメイコムが裏ロバートのコンボしづらい距離。
あ、これ巻き込んで、ここで勝負をかけるしかないか。膝が付き合ってくれない。上東が似た手までライフをさあまり減らされていない。だけどこれどうしよう。斜め B にハリキャッパー入って一気に3人目。もう一回やってみるか。モアさん一矢報いられるか。裏タックほどの球ならば上東よりも強いので、あ、遅いのがというか、まあミスでしょうね。貢献のミス。何か出がかりを潰されてタイガーキック追撃、かかとが引っかかる。もう何でも当たる感じになっている。裏タクマはあまり相手にとらわれず自分のペースでいける。玉対策が強くないキャラならば合わせて、合わせて羽押し貢献。残り一発、うっ、ヒエン。これは怖くてガーキャンでフィニッシュ。まず一人、次はキング。状況が苦しい。ゲージたっぷり。五分で始まってもキングには勝てなそうなカードですが、さあ先手を取っているのはモアさん、野良タグマ。あ、かぶるチェスト。さあ歩き壊し当たるが、コンボにはコンボの準備はしていない。あ、低すぎて出てない、もったいないが、あ、近く投げられる。キングの球も強いので遠距離戦をやり合ってでもまあそこそこになるんでしょう。始皇剣に乗っけて大将パオ。こうなると単体での組み合わせは楽だが、ゲージと体力はちょっと負けてる分が、あっ、あー噛み合った適当に噛み合ってしまい一気に瀕死に。残りちょっと、さあまだだが、あ、欲張ってしまう。いや、ここまで来てあれ、あそこからね、まくれたらかっこいいじゃん。まくれてない。あ、あ、あ、はい、次はリクさん。リクさんはあの、まあ、もう出たんですけど、マサさんと同じぐらいに始めてまだ半年ぐらい。あ、前確か自分がいた時もいた人かな。はい、クーラ系ネムしっかりしている。分かって、ですがまた始めたばかりの人というのはこのキャラクター構成や戦い方には戸惑うでしょ う、 そうですね。と言いながらいきなりこのダメージ、あっ、見せてしまう。コンボ安いがそれでも瀕死。なんとか、あー届かない。届く、ジャンプが長い。これはもうやり始めのもうほんと天敵ですよね。そう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 ですね。でもガンガン来るタイプだから、はい、あー確かにさらにきついでしょうね。考えてる、なんかスペースで戻す暇がなかなかなくて。そうですね。おっと合わせに来ている。あれがいい感じになるとカウンターワイヤーとかで上側がウハウハになったりするんですよ。先端だろう。離れる離れる。とにかく自分のペースを作りたい。今のところ全く触らせないことに成功している。ガードして、スライディングから壊してるのも結構鉄板ですね、上東は。あーなるほど、ユーフレからの、はい、ほとんどのキャラ返せない。有利ではないんですけど、あーなるほど、ジョーの壊しが早くてベニマルと一緒なんですよね、発生が。あー、うわー、これは痛い。そう、放したところにスライディングからバックハリまでのスパキャンを食らう。中段ガード、大のスラッシュが刺さる。溜めて、ここは時間切れにネームス1枚取るには取れたが、クーラーの頑張らなかった分が回ってきている。残り2割程度、多分ジョーよりはキングとかの方が全然やりやすいでしょう。もうやったことのないプレイヤーだったら、ここは D を残して
ダメ足に投げ込んで危ない。さあ連打間に合ってないが、早く死んでくれ、引っかかる前なんとかフィニッシュ。まあ、だいぶ結構押されちゃってますよ。多分相当いい動きしてますよね、はい、そうですね、半年ですもんね、はい、何しろ警報前からやってたって人じゃないんですよね、おそらく。はい、マサさんもそうですけど、2人ともすごいいい動きですね。なんか昔からやってる人だと大体なんかいつもの動きにこのキャラの特性をってのがあるんですよね、プラスさせてみたいな。そうではないですもんね。もうすっごい今のごちゃごちゃしてしまい、いきなり超ヒデフィニッシュ、あれこれさせないうちに決まってしまったといった感じ。次に HP 側に伝わるのはデンロックさん。ムエタイさん、ムエタイ仮面さんのはキャラ変わらず、接近戦しかできないマリーなので、やはりジョーの牽制やハリキャッパーをかいくぐって寄っていくことになるでしょうが、開幕アプローチに成功したマリーですが、投げられて走んでしまう。中距離、ジョーの方がやはり長い、遠距離から差し込んでくる。中距離か、ここでマリー側が端に詰めたが、ちょっと離れていく。あ、中段フィニッシュが当たる。一応上側が頑張ってると、なんか爆裂拳って第二段構成になってるんですけど、一段構成にできたりするので、はい、バチカラロ出しても届かないとかいうケースがある可能性がありますね。ああなるほど。あ、ジャンプ高い、いいジャンプ、飛び越えてコンボだがちょっと失敗、軽ダッシュで取り戻したいが、あ、ここはパナシオ警戒、相打ち上には美味しい。どんどん下から差し込んでくる、止めて投げて、前指当たらない、転がってる。ああいけませんね、名前が出てなかった。試合に集中してたからまるで気づいてなかった、助けられました。バキャンが入る、ジョーの快進撃が止まらない。中段入って、どっちかわからないが繋がらない、フランケンシュタインで戻す。この試合も多分パオの方がちょっときついとは思うんですけど、あーゲージないですよね。ええマイクの調子が悪いんですよね。あ、それも使ってしまう。すべてメタイカメさんのペースのまま。次に座るのはマスクメロンさん。ちょっと片方のマイクが調子悪いみたいで、初期さんがさっきからがっかりしてますけど。もうなんか体調悪く、あの筐体も1個多分あれ1個1個ちょっと行ってしまった、プラスなんかいろんなトラブルもあり、はいはいはい、なるほど、がっかりです。ついてない日のようですね。超同キャラもうダメよ。はい、じゃあいきましょう。なんか攻め込んできたのは、はい、ムエタイ仮面さん。ここ最近すごいいろんな方が来てくれる、はい、流れになってますね。ジョキさん行ってましたね。はい、あすごい。そういえばちょうど、まあ、試合の途中ですが、あの、はい、スチーム版がね出たんで、あ、そうですね、ホットですね。いい流れですね。はい、私も買ってみて起動はできたんですけど、なんか音が出ないのもよくわかんなくて。なるほど。あ、後ろ見てる、全然待っているが、キンディ一発、いい勝負。あスライディング対スライディング、刺してくる、強引にコアコア割り込む。すごいな。ジョー今なんか流れ来てる、山さんとか。あ、来てない、来てない。今はジョーかと思うが来てないと言われる。今はバイスだからね。ジョーじゃないんだ。嘘だ。あ、止まる、遠視、
今草薙残りはホットのホットのキャラ順番、体力、ゲージ面白い勝負になってきましたね。大の闇浴びせゲリ、キングのジャンプ CD 超強いと思うんですよね。負けてるとこほとんど見たことない。クリスのよりもあれの方が欲しいんだよな。発動中に入る、これはでかい。マックスダメージを一気に取って、この後は D 投げを仕掛けるが当たらない。短い足払い、ギリギリ、確かにギリギリ取ろうかったですね。アンディだからと言わんばかりの足払いだった。他にも何キャラかいるんだろうけど、クリス一人しゃがんで小足を当てるが逃げられてしまう。痛い。 3K の足の5ヒットコンボ、スラの出がかり今引っ込まれて、またも発動。キング戦もまあ楽じゃないんだけど、パオ戦がきついんですよね、クリスは。あ、またも生ストから超品までをもらってしまう。ダッシュ投げ合わせて埋めたい亀さん一気に勝利。